久保さん、あのですね、今温度計ちょっと探してて <laughs>、てね、面白い、あの、ことが分かりまして、まあ、あの、体温計ね、多分みんな今探してると思うんですよ。まあ、みんなてかもう、買っている人もいると思いますけど、まあ、緊急事態宣言を発表、えー、関東の方でね、発表されましたけど、で、その、この、なんかピッて測るやつあるじゃないですか。で、あれで検索ワードで、あの、日本、日本製みたいな、検索されてるんですよ。 でね、タニタが出してるんですよ、ね。日本。まあ、タニタ日本のブランドだと思うんですけど、日本の会社だと思うんですけど。で、日本、日本製で安心して使ってますって言ってね、<laughs> なんかレビュー書いてあったんですけど、タニタのホームページ行ったんですよ。で、原産国は中国でした。<laughs> これ面白いですよね。まあ、確かにタニタは日本の会社だけど、結局作ってるところ中国みたいな。で、いろいろ調べた結果、もうほぼ中国ですね。 中国以外作ってるとこねえんじゃねえかなっていう。もうね、あの、体温計チャイナっすね。もう全部。<laughs> うん。これ面白くないですか谷田言うてね、日本製で安心ですっていうね、レビュー書いてあったんですけど。<laughs> 原産国中国っていうね <laughs>。このパラドックスですね。うん。だからまあ、なんだろうな。まあ今ね、僕ね、まだ体温計買ってないんだけども、えー、ね。あのー、いくらでも発信できるわけじゃないですか。これで <laughs>。 うん、で、あとは、まあ、体温計買ったらね、実際レビュー動画撮れるだろうし、で、あとはレビューであったんですけど、まあ、僕も探してた思うことが、要はね、ありすぎなんですよ。もう、もう、もうね、まあ、儲かるから、まあ、みんな作ってると思うんですけど、めちゃめちゃ体温計ありますね。こんなに体温計、体温計僕調べてなかったんですけど、こんな体温計あんのかっていうぐらい、めちゃめちゃあって、しかも、値段もね、同じ商品だろうと、同じ商品なんだけど、 こっち5000円して、こっち2000円とかね。いや、絶対これ動画外でも同じだろうと思うね。このパッケージっすよね。もうデザインも全く一緒なんですけど。だから OEM かなこれ。OEM でなんかいろいろぐるぐる回ってるのがわかんないですけど。うん。だから調べれば調べるほど面白いですね。この台本系は。師匠は。小久さんもレビュー動画撮るんじゃないですか。買わなくても。このタニタンは面白かったですね。いってらっしゃい。